村上駅入り口改装前の村上駅駅前に立つ、汽車の日村上駅の駅前風景とバス停。奥の水色の車両は、街中循環バス、村上駅は、新潟県村上市田端町にある、東日本旅客鉄道右越本線の駅である、新潟近郊区間、及び IC 乗車券、スイカの新潟エリアは当駅が最北端である、村上市の中心駅である、 上越本線の拠点駅の一つでもあり、運行系統は東駅南北で分割されている。上り側は単線、下り側は隣の真島駅まで伏線となっている。駅西側には、山形県坂田市のコンクリート建材メーカーである、前田製館の村上工場が所在したが、2001年12月、限りで創業を終了して撤退し、施設等が撤去され、さら地となった。その後は、 有給地となっていたが2003年10月、市内の建設業、不動産業などからなる企業体、村上駅西開発が設立され、翌2004年8月に約6万4千平方メートルの敷地を取得して、土地区画整理事業に着手した。その後分譲が進められ、現在は住宅地の他食品スーパー、原新が出店するなどを開発が進捗している。駅西側には、 側線が付設されているが、かつては、この前田製館へ通じる、専用線のほか、同工場北側に所在した日本科学工業、村上工場へ通じる、専用線も設けられていた。またかつて側線の南側には、転車台があり、この側線には空母線経過車が数両搭載された、まま長期放置されていた。また東側の駅舎南側には、貨物ホームが設けられていたが、 これらの大部分はいずれも撤去されており現存しない。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する地上駅。両ホームは南側の古線橋と北側の地下通路で連絡している。側線及び留置線も有している。直営駅で地区駅として、上越本線の火事駅、富谷駅間及び米坂線の坂町駅。 萩生駅間の駅長配置駅を除く各駅を統括管理している。スイカ対応自動改札機、緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、待合室、自動販売機、コンビニエンスストア、多機能トイレ設置。改札口周辺には旅行センター、ビュープラザ、村上駅があったが廃止された。 現在の駅舎は1964年に竣工したものだが、レトロ帳にリニューアルする改修工事が施され、2005年6月に現在の外観となった。駅前広場北側には、村上市出身の大和田愛ラが作曲した商歌、記者の石踏みが立つ。記者は当駅構内でも案内放送のうち、各ホームの列車接近メロディとして使用されていたが、2014年3月からは、 発車メロディとして使用されている。現在の駅出入口は、駅舎が所在する東側のみだが、駅舎はすでに築半世紀を超えて老朽化が進み、駅前広場は面積が強小な上に歩道と車道の区分が明確でないため、車両や歩行者の動線が錯綜するなどの問題点を抱えている。また近年は前日の村上駅西開発による住宅地開発をはじめ、駅西側で、 都市基盤整備が進捗している点。さらには、現在駅前に所在する JA 新潟健康整備、村上総合病院の施設老朽化に伴う駅西側への移転計画などを踏まえ、村上市では駅西側居住者の利便性改善や市街地の回遊性向上などを目的として、駅前広場の拡張や連絡通路の新設、京上駅舎への改築などを長期的な視野として、 駅周辺地区の整備を進める村上駅周辺町づくりプランの策定と検討を進め2015年3月25日に基本構想が更新された。同計画は概ね10カ年での実施を予定しており、今後は事業の実施方法等について引き続き検討が進められる。当駅と真島駅との間にデッドセクションがあり、当駅は 上越本線直流電車区間の北限となっている。高直流電車である特急、稲穂や貨物列車、臨時快速、帰りは直通するが、JR 東日本新潟車社は一般型の高直流電車を保有しておらず、当駅から根津が関、酒田方,方面に向かう普通列車はすべて機動車により運行している。車両運用の都合で、柴田方面行きの列車と、 坂田方面行きの列車を2番線に同時に入線させる場合がある。このため、2番線は、それぞれの列車の乗車位置が表示されているほか、駅員による放送及び電光掲示式の発車表によって、誤乗を防止するための注意を促している。JR 東日本によると、2018年度の1日平均乗車人員は1597人で、ある利用客数1。 近年の推移は以下の通りである。駅舎が所在する東側は少し離れたところに村上市の中心市街地が位置する。西側は住宅地と農地が混在している。村上市内のバス路線図。時刻表は新潟交通観光バス HP 村上エリア、勝木エリアを参照。駅前には新潟交通観光バスが運営する路線バスのほか街中循環バス及び 瀬波循環バス、瀬波温泉の各宿泊施設の送迎バスの停留所がある。当駅はレンタルサイクル取扱駅で利用できるのは柴田駅や小国駅など他のレンタルサイクル取扱駅と同じく春から秋まで利用可能である。料金は通常自転車1台500円だが、エチゴンデーパス、エチゴーデーパス等のお得な切符を提示するとレンタルサイクルが 無料になる。レンタルサイクル利用当日で当駅までのキラキラ、上津の指定席券も提示可能。国鉄時代の新潟鉄道管理局では、有人駅において自動券売機導入後も貢献入場券を発売していた。しかし当駅においては導入後、セット券以外は一度も発売していない。新潟空港と村上市内の間には2006年3月1日から、 特定非営利活動法人、村上観光ルネッサンスが運営し、市内に本社を置く、村上タクシーが運行業務を受託する、乗り合いタクシー、新潟エアポートライナー村上が運行され、当駅前も発着点の一つとなっていた。当駅、空港間の所要時間は約75分を目安としていた。1名から乗車でき、原則として乗車2日前からの完全予約制で、 運行当日に空席があれば乗車できる方式だった。しかし利用者が低迷し、2010年3月31日の運行を最後にサービスを終了した。2020年現在では、セナミ温泉との間で、セナミ温泉直行ライナーが運行されており、空港発は毎日運行で予約不要、温泉発は2日前の16時までに予約が必要である。 東日本旅客鉄道右越本線、快速坂町駅、村上駅普通岩船町駅、村上駅、真島駅駐車区、編集出点、編集、ありがとうございます。